はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。きょん様、もとふみ様、すいま様、ちろのママ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。外国人実習制度廃止でも、どっこも報道しないことで、かえって日本人のためになるデモと、確信いたしましたけれども、政経バロスまとめニュースさんに取り上げていただきました。ありがとうございます。説明会で実習生は現代の奴隷、ズバリ言われてもなお、奴隷を欲しがる企業経営者の人間性終わってますよね。人間のクズですね。実習制度は奴隷貿易。米国シンクタンクが非難してたことは知ってたんですけども、米国政府もですね、人身売買白書っていうので直々に非難しておりました。記事要約します。実習制度で強制労働の報告が目立つにもかかわらず、実習生を搾取した者の調査や処罰がない、つまり野放しっていうですね、強制労働の野放し、強制労働や児童の性的搾取を調査訴追する政治的意思が欠如している、構わないっていうですね。児童の性的搾取、6月の記事なんですけども、児童の性的搾取って、ジャニーズのことかな、それともあれですかね、何ホスト狂いで立ちんぼやってるような子たちのことかな、こんだけババーンって非難されてんのに改める気配がない自民党、いつもだったら米国に何か言われたら右往左往するのに不思議だな。やっぱメガネの弟はですね、実習生受け入れ窓口会社で儲けてからっすかね。人身売買会社の社長の兄が総理ってものすごい恥ずかしいんですけど、実習制度廃止デモはまたやります。ご参加、拡散、宣伝よろしくお願いいたします。まだ未発表なんですけれども、10月22日日曜日、渋谷の NHK コースで NHK ネット聴取反対デモ、もしくは NHK スクランブルデモ、やりたいと思います。どっちがいいですかね、ちょっと迷っております。コメントで教えてください。ちなみに先月開催の NHK 経営委員会でですね、会長以下、執行部からですね、外部委員に対して、総務省有識者会議はネットからの聴取は当然って言ってまーすっていう説明がなされました。外部委員に対して、これは議員、みたいな立場の人らです。外部の人らで、なんとか教授、なんとか教授、で委員ってなっててですね、で会長以下執行部っていうのがいまして、それ局長とか部長とか12人、で委員が12人で、大体は会長以下執行部がこれこういうふうにします、この反応はこうでした、説明して委員が質問してですね、で委員を言いくるめれば勝ちっていうような、そういう経緯になっています。外国籍取得で日本国籍喪失は違憲、男女8人が訴えていた裁判の最高裁判決、自分の意思で日本国籍捨てたんだろうがバーカっていうものでした。複数国籍を認めると納税義務や外交保護権などをめぐって国家間や国と個人の権利義務に矛盾や衝突を生じさせる恐れがある、これまあどういうことかっていうと、どっちに納税するんですか、どっちにあれですか、どっちの国に味方するんですか、いうような矛盾、混乱するっていうことですね。世論です。当たり前すぎてなんで最高裁まで行ったのかさえ不思議、そりゃ捨てたもんはなくなりますよ、当たり前でも何言ってんの。最高裁もたまにまともな判決するね、いいとこ取りは許さない、欲張りすぎだバカ、判例できちゃったね、判決文にも権利と義務が矛盾するってあり当然ですね、川上村と川下村の村人に同時になれねえだろうが、それに何かあった場合どっちの政府に助け求めんだって話でね、普段は欧米在住の連中らしいんですけど、住んでる国の国民になってその国の政府に保護してもらってるんでしょう、納税して、日本国籍持って住んでる国の保護プラス日本政府の保護ももらいたいって虫が良すぎんだろ、何かあったらじゃあ住んでる国の日本大使館に逃げ込むのか、虫良すぎんだろ、それだと選挙の時だけ帰国して
投票もできちゃうじゃん、住んでる国の選挙権も日本の選挙権も持ってるなんて、そんなお貴族な特権は許されませんよ。原告がどういう連中か知らないですけどね、ずうずうしい、恥ずかしいからやめなさいって親戚誰も提訴を止めなかったんですかね。それとも親戚も全員そういうずうずうしい連中恥知らずなんでしょうか。ちょっと疑問であります。産経調査、安倍総理後の自民党は悪くなった 55.6%、 変わらない 42.2%、 良くなった 2.2%、 ひどいねひどいっすね。自民党支持者に聞きました。悪くなった原因は党内にまとまりがない 45.9%、 左翼政策が増えた 40.1% と、世論です。 LGBT 法は失敗だったよな。スワップ再開とかやってればそうなる。安倍さんには国家感があったが、メガネにはそれがない。岸田が左翼だもんな。安倍さんが亡くなってから政治が盛り上がらない。岸田への文句しか聞こえてこないと、LGBT 法、敵国へのホワイト国復帰、スワップ再開、これでメガネ、を見限った人も多いんじゃないでしょうか。本来の左翼は大きな政府主義なんですよね。政府がいっぱい、税金取って、税金は重いんだけれども面倒も見てもらえるっていうのが左翼思想なんですけれども、日本の左翼はただの外国のスパイどもっていう点で他国とは大きく異なります。大きな政府主義者って言うならメガネはまさしくそれですね。結論、岸田は左翼まあ自民党はずっと左翼なんですけどね。右翼は小さな政府を歓迎しますもんね。今月値上げになる食品は4601品目で、去年をすでに大きく上回っている。今年に入っての値上げ品目は 31,887 品目で、去年の値上げの品目をもう抜いちゃったって、半分しか終わってないのに、9月まで。半分じゃないか、3分の2いいですか。世論です。便乗値上げも絶対多いだろ。自民党のせい。食品値上げは本当に困る。これで増税とか本当に頭おかしい。欧米みたく食品関係は消費税なしにしてくれよ。何でも高くなりすぎて本当に生活やばい。ガソリンも高いままだし、ふざけんなよ。買わなければどうということはない。食品は買わないといられないんじゃないの。賃金上げろ、実現のためにはですね、値上がりも必要なんですけどね。経済成長のためには仕方がないこととはいえ、食品は消費税なしでいいんじゃないの、欧米みたく。なんで米が消費税 10% で新聞が 8% なの、ふざけんなよっていう。新聞は消費税の他に環境破壊税っていうのをかけるべきなんじゃないの。木切って紙作ってんだからさ、酒税と消費税二重課税してない、ガソリンみたく。なるべく消費しないことで政治家と企業に復讐するって投稿もありましたよ。消費税って日本人には合ってないんでは、福祉にはしか使いませんとか言ってんですけど、金に名前書いてないよ。消費税の総額がですね、絶対に福祉支出を上回らないから言ってる方便でしょこれ。消費税なくせって言われた時にですね、じゃあ福祉はどうすんのって口答えするための方便ですよね。財務省は悪知恵は回んだな。財務官僚の子や孫、老いや名も重税に苦しむのに本当にバカな連中だなって、私は心底心の底から軽蔑しております。凄腕ロシアンエージェント鈴木宗男、所属する医師にですね、海外行く前に党に届けてねっていう契約を無視し、ロシア渡航というか、まあ、報告のために帰国なのが全く隠さなくなってきましたね。維新、帰国したら話聞いて処分を決めるだそうで、ロシアは北方領土を軍事占領している敵国ですよね。スパイ防止法あればこういう時罰することができるんだろうか。なんかいつの間にか敵国であるロシア人も自由に日本に観光に来てるけど、間違ってますよねこれ。ついでに言えば竹島軍事占領中の敵国韓国人もなんか自由に敵国である日本に来てるけど、これ間違ってますよね、はっきり言ってね。私は間違ってるが自民党はもっと間違ってると思います。私もいつも正しいわけではありませんけれども、間違ってる部分もあるとは思いますけれども、自民党はもっと間違ってるなぁ。
なんで NHK みてえなのが存在が許されるんだっていう話にね、大西博志経大名誉教授、結婚できない貧困層から税を取って、育児支援してたらますます結婚できない貧困が増え、逆に少子化になるんではという説を唱えておりました。世論です。いやだったら底辺にも金ばらまけばいいじゃん。貧困層はそもそもそんなに税金払ってないぞ。貧困だから結婚できないわけでは、てんてんてん。戦前は貧乏だったが、四五人産んでたよね。昔はみんな貧乏だったから気にならなかっただけ。結婚してる人には、二人目三人目を産んでもらいましょうってことでしょ。貧困で、だから結婚できないはあります。確かに。所得高いほど、婚姻率高いってデータに出てます。だがそういう人らは、そんなに課税されないんで、結婚できない、貧困層っていうのは、そんな課税されない。税率が違う。この説はちょっとどうかなって思いますよ。結婚しない、できない人に結婚しろしろっていうのは、酷なんですよね。ひどいですよね。すごいストレスになっても。考えられる支援はですね、その昔あった国家社会主義労働者党っていうところがやった結婚準備金融資制度。結婚する二人にですね、まとまったお金貸し付けて、まあ新居に越したり、家具揃えたり。で、三人産んだら、三人っていう数字がちょっとうろ覚えなんですけども、あれ何人だったっけな。産んだら、お金返さなくていいよっていう制度。そしたら、不妊の方は、ちょっとやばいよね。頑張ったけど生まれなかったっていう人は、ちょっとやばいよね。なんか悪用されそうな制度なんですけれども、赤ちゃん買ってきたり、盗んでりしてね。日本人は、やらないでしょうけれども、そうじゃない人らがね、結婚させるのが困難ならば、すでに結婚して出産している家庭に、よかったら3人目、4人目産んでくれませんか。各種優遇するのが、まあ理にかなってると私は思うんですけどね。半分が結婚しなくてもですね、一夫婦が4人産んでくれたらそれでいいわけであって、2020年の生涯未婚率、男性 28%、3割、女性 18%、2割。だとすると、今んとこね、一夫婦が3人産んでくれたらいい感情ですね。若いご夫婦、頑張ってください。3人産んでください。4人産んでください。国もそっちの方にもう堂々と、結婚しないと、結婚しろしろはかわいそうだから、やめろ。なんかね、何町デートとか自治体がやってんの、もうやめろ。それよか、3人目産んでください、4人目、産んでくださいっていう方向にシフトしろ。って、私は、思います。そっちの方が合理的だよね。皆様、メルマガ党員になりまして、日本改革党をご支援ください。毎日届く、読んでるだけで賢くなる、メールをご購読くださり、日本改革党をご支援ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。